お姉様何よこのゲーム。私にもよくわかないわ。は。だけど前にコメント欄でやってみてほしいって言われてたような言われてなかったような。なんですかそれ。FNF っていうゲームみたいなんだけど、なんだかいろいろ種類があってさ。東方のゲームではないのですか。それがどうやら違うみたいなのよ。じゃあ目の前に映してるのこれは何なのよ。これは FNF の東方版みたいな感じらしいわ。東方版があるならそっちをやりましょうってことで。なるほど、そういうことでしたか。そもそもどういうゲームなのよ。上にクリア印を押すゲームよ。うわ、妹様がこいつ何してんだって顔してるわ。ストーリーとかわからないしフリープレイでいきましょう。なんだかたくさん出てきましたね。チュートリアルとかあるじゃない。というかこれは音楽楽曲ね。ということはこのゲームはオートゲーってことね。だからさっきそう言ったじゃない。言ってねえよ。ふふん、まずは私がお手本プレイをしてあげるわ。フラン作やよく似てることね。は、はい。うざ。いきなり作や。なんかの店みたいね。やめてください。ほら、この矢印を押すのよ。これどっちがプレイヤーなの。作やじゃない方。この方は誰なのですか。私が知ってると思う。無能が。マイクを持っているということは歌っているという設定なのでしょうか。後ろになんか狂気じみた妖精がいるんだけど。害はないわ。そしてスイカが真ん中で寝ている。こいつも何やってるかよくわからないわね。ちょっと、わからないことだらけじゃないの。何もわからない。でもゲームはプレイできるから大丈夫よ。そんなんでいいのかしら。問題なし。お前はな。それで、これは対戦してるってことなんですよね。そうよ、今は勝っているのですか。勝ってるわよ。ほら、下のゲージを見てみなさい。確かに昨夜側が押し込まれてるわね。まあ所詮敵はコンピューターだからね。コンピューターごときが私に勝てるはずないのよ。というかこの子供の下にいるのって。メイリンっぽいわね。昨夜結構動いてるわね。あの動きは何なのかしら。勝者な動きですね。どこか。あら、どうかしましたか。別に。それでこれはいつ終わるの。それは知らない。でも1曲3分もないわよ。ふん、じゃあもうそろそろ終わりそうね。次は結構激しめの脱走ですよ。見てなさい。微妙。はぁ、ちょっとよくわかりませんね。これは多分私の方がうまくできるわね。私の方がうまくできる気がしてきました。待てこらぁ、できるはずないでしょ。いや、いけるわ。音ゲー得意ですから。あんたたちの中で一番私が音ゲーうまいに決まってるじゃない。私が一番うまいですよ。私に決まってるじゃない。こいつら、私を舐めてるとしか思えない言動。私の中でお姉様は舐めるとか舐めないとかの位置にいないから大丈夫。何が大丈夫なのかさっぱり意味わからないんだけど。あ、終わりましたね。余裕の勝利ってやつよ。お嬢様、次は私にやらせてくださいよ。いいわよ。その次は私よ。はいはい。で、昨夜はどれやるのよ。ふむ。これですね。だと思ったわ。ザ・メイド。さて、やりますよ。昨夜、負けたら許さない。このタイミングで言うんですか。さすがお姉様卑怯。卑怯じゃないわ。さあここからは実況レミリア、スカーレット。解説フランドール、スカーレットで行くわよ。このゲーム今日初めて見るのに解説とかできるんですか妹様。それもそうね。じゃあ実況フランドール、スカーレットで行くわ。バカ、実況は私でしょ。ダブル実況よ。聞いたことないわよ。早速ぐちゃぐちゃだわ。さあいざよい昨夜戦士からいざよい昨夜に攻撃だ。攻撃、これ攻撃されてるの。いやー、いい感じに乗ってますねー。昨夜調子どう？今ですか？まあです。まあまあとのことでね。昨夜選手には頑張ってほしいところです。もうすでに実況じゃないような。うわ、今の絶対難しいところでしょ。さあ果たして昨夜選手を押すことができるのでしょうか。うわわ、これ難しい。あ、ここで一気にミスが発生した。いやー、これはイザヨイさんやってしまいましたね。イザヨイさん。しかしこんなところでがっかりしてはいけない。そう、音楽はまだ続くんだから。意外と息合ってるじゃないですか。さあここからの展開はどうなるのお姉様。知りません。さすが無能なお姉様。黙れ。まあでもここから昨夜が負けることはないでしょう。こう一気にミスが続かなかったら勝ちそうね。これ以上ミスは増やしたくないですね。でもまだ難所があるかもしれません。気をつけないと。昨夜は慎重ね。つまらないわ。目隠しとかしてプレイしてみない？しませんよ。じゃあ口を隠す。口を隠して何になるんですか。この曲聴いてたらコウマ教を思い出してきたわ。そういえばお姉様結局まだクリアしてないわよね。クリアしたような気がする。嘘つくんじゃねえ。そういえばエアショーのルナテックとかもどうしたんですか。いつの間にか9月を過ぎ、10月も過ぎ、2021年も過ぎって感じよ。何よそれ。多分もうそろそろ終わりますね。さあ昨夜のラストスパート、ミスせずにいけるのか。それともいけないのか。あれ、あれれれれ。ここで昨夜また一気にミスを重ねた。連打がタイミングずれちゃうと難しいですね。あ、終わりだわ。はいお疲れ昨夜。じゃあ今度は私の番よ。曲はよくわかんないけどこれでいいや。ほんと適当に選んだわね。どんな曲なのかしら。
なぜスイカはいつもあそこにいるのでしょう。では、お姉様じゃないの。ちょうどいい、叩き潰す。頑張れ、頑張るのよ私。妹を応援しろ妹を。さっきよりテンポが速い気がします。ちょっとこれさっきのより全然難しいじゃないの。あら、私はできるわよフラン。私だってできるわよ。しかしこれ、背景どうなっているのでしょうか。なんだかいろいろいるわね。ヨウムにユニコにカッパにモコウにユカリにランにスワコにキルノにサナエに。多すぎる、宴会でもやってるのかこいつらは。まさかのボーカル。妹様ボーカルエリに驚いてますね。私も驚いてる。まるでお嬢様が歌ってるみたいに見えますね。確かにそう見えるわ。お前も歌うの。妹様にさらなる衝撃。これは、なんだ、何語でしょうか。よくわからないわね。フラン選手もすでにミスが重んでますね。これはちょっと危ないんじゃないかしら。うっだ。下のゲージのところにいるお嬢様、なんだかまがまがしいですね。カリスマがあっていいと思うわ。ないわよ。これを変えてるのかフラン。完璧に返してやるわ。お姉様が腕を組みながらこっちを見てるってだけで腹が立ってくるわね。なんでよ、妹様いい感じでおててますよ。おててるって表現は正しいのかしら。うん、私のアンサー聞かせてやるわよ。さあ多分ですがこの曲ももう終盤。お願い、フランなんかに負けないで。私を応援しろって言ってるの。ここからは両者同じタイミングで押すみたいですね。あ、やば。あっと、フランやってしまった。私がミスした時は随分楽しそうじゃないお姉様。え、そうかしら。最後にお姉様が弾幕で吹っ飛ばされる演出とかないかしら。そんなのないわよ。可愛いので見てみたいですね。可愛いって何よ。お姉様よりは余裕で上手かったわね。どこか、格の違いってのを見せてあげるわよ。最後はお嬢様ですか。見なさいこの凶悪な顔、絶対一番難易度高いわよ。そんな難易度高いの大丈夫ですか。大船に乗ったつもりで見てなさい。泥船の間違いでしょ。あ、私じゃないの。やはりあの凶悪な顔は。さっきの下のゲージと同じ顔でしょ。これは凶悪な矢印が飛んできそうですよ。何をビビってるの昨夜、こんなのにビビる必要はないわ。ゆったりとした音楽じゃない。ゆったりした音楽のはずがないんだよね。騙された。お姉様の顔もここで見るのが最後か。負けても死にませんよ。やはり私の相手はお姉様には似た甘かったか。まあ恥じることはないわ。私が相手だからね。負けても胸を張って歩いていいわよ。まだ負けてないわよ。やばい、またあのゾーンだ。矢印がたくさん飛んできて大変です。ダメじゃないでしょ。勝利よ勝利。じゃあ今回はここまでにしましょうか。まあそうね。結局何だったのよこれ。それはよくわからない。それじゃあね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次の動画で。